いやいや、そうさ、話は変わるけどさ、変わるんかい。なんでしょう、地下阪神時代さ、はい、仲いい選手は仲いいチームで仲いい、うん、いや、まあ平田は同級生で、あ、そうなんだ、はい、で、明治大学、僕は法政、うん、で、木戸が、法政の一個下で、うん、それで、まあプロに入ったのは木戸の方が先なんですよ、大学から直で、昔始めた、うんうんうん、で、中西とマイクが同期で、あの中西は1位、僕は2位、マイクは3位。すごいメンバーだね。そうそう、だからまあその辺はほらみんな年が近いんで。ああ、結構多いね、年の近いの。そうですね、多かったですね、その辺にバタバタっとこういたんで。岡が？岡さんは上ですよ。岡田は上。あ、岡田さん？うん。あ、岡田明信さん？うん。あ、岡田さんは、2つ上。ああ、うん、じゃあ加計さんが4つ上。加計さん4つ上。な、俺が3つ上やもんな。そうそう。だ岡田さんはね、六大学の初登板の時に早稲田で、うん、で行くぞって言われて、もう訳もわからんで行って、うん、でロハシン持って後ろ振り返ったら岡田のところにランプついてて、うん、って見たら岡田さんどうするって。あ、やってんだ六大学で、法政だから1年生の時に。ああ、で三遊間、まあそう言い当たりじゃなかったけど、うん、ヒットは打たれたんですよ、うん、で一塁三塁で1点入って、うん、それから次登板したのが4年生まで4年の秋までなかったあ、じゃあ平田同級生、うん、明治やな、うん、で、キコちゃんが一個下の法政一緒やろ、そうそうそう、マイクは高校やな、マイク高校から出てきて、中田はもう高校か、あれ中田っていうのは右の中田、右の中田、いや、彼は日産自動車で、あ、社会人の、と年は一緒ですよ、うん、みんなだからその辺仲良かった、まあみんな普通でしたね、僕はほら仲悪いの7年で出てるから仲悪いの、仲悪いの吉岡さんと違って僕は吉岡さんはね、もうあの投げる人から取る人からみんな嫌いまた吉岡さんの顔が誰が嫌いなのかって嫌いなわけじゃないよ、あ、ですもんね、合わんかっただけだよ、うんうん、違う、プレイヤーとしてですね、それも違いますよ、当時は嫌いだったっていうなるほど、今はもうお互いにそうね、そんなに接さないから、ね、あの頃はこうだったなっていう話もできますよね、できるできる、せんやろ呼ぼか、いや、できるできる、だってこの間俺翔太とも話したし翔太後輩やん、だからペイともうトークショーやったし、あの体悪くない前ね、うんうんうん、別に普通だったよ、うん、今2人だろ、あ、タッチン、タッチン、タッチンはほら普通に俺上から行くから先輩でしょうが、タッチンでした、辰川さんと出られてないですかね、番組とかに一緒に、いや出てますよ、ですよね、辰川さん、おかしいこと言うだろ、おかしいこと、うん、どういうこと、急にいや、おかしいことというか辰川さん流のことは言いますけど、そうだろ、一応辰川さんなりの起承転結はありますけど、言いっぱなしっていうことはないですよ辰川さんなりのこう入り方っていうのがあります吉本さん入ったままですもん、使ったら上がれ確かに確かに、これも地下さんに一回辰川さんここ呼んでもらいましょう、コラボ、いや二人のは面白いと思うよ、ね、面白いと思いますよね、別に今こう全然嫌いじゃないからね、いや分かってますよ、うん、全然、うん、一緒にやったからね、うん、あの大変の時に、うん、コーチあそこでいて横からね、うんうん、太郎みたいなそれ聞いてみたいな聞いてみたい俺は、でもね僕は一回聞いたことあるんです、うん、わしが悪かったんですかって言ってました、うん、わしが悪かったんだ、そうだろそうだろ、ドヤ顔やもうそこをやめないとね、そんなことないと俺の方が年下で悪かったんやって言わんでいかんでしょ、そう、もう一回謝っておきましょう、もうこの際辰川さんすいません、後輩が本当ですよ、蹴りまして、本当本当、はい、よく考えろ、はい、考えます、何言ってんのあ、じゃあそんな変わりっていなかったんだ、そうだ、普通でしたよ、だからみんなだから年の上が加計さん、岡田さんっていて、うん、あとはもう北村さんもちょっと上だったし、そうだね、北村も同級生だ、年がわーっと離れてるのは野村さんぐらいでしたね、あ、野村で一緒やったんか、野村さんすごかったでしょ、バント練習してて、バント失敗した後に、次バントしてたんですよ。したらマシーンですよ。したらそこでも失敗したら野村さんが、お前バントってなーって間入ってきたんですよ。マシーン来るじゃないですか。野村さんって振り返った瞬間に、カーンって、フォーっていいと思ったんですよ。その次、
でな、いやいや続けるの。いや俺野村さん嘘やろ。本当です。何人かいましたもん。みんな固まったんですから。あバントってなんかコーンと当たってパカーンと当たってボール飛んでいったんですけど、でなそこまで鈍くはなってないやろ。いくら僕は鈍いしてません。強いって言ったんです強いって言ったんですそこまで鈍いおかしいですよ。から野村さんは強いって言ったいや本当に、うん、だから野村さんでしょ。あとそんなに年が離れた人はいなかったですね、うん、あの時佐野さんは。あ佐野さん、でも佐野さんは、一番年が上の方だったかもしれませんけど、だよな、結構一緒に食事したり、こうついてってくれるんで、そんなこう年が離れてるって感じしなかったんですよ。広田さん。え広田さん。あ、広田さん。広田さんもそんな感じです。優しい人ですから。ああ。広田さんがバントを教え出したら、スライダー来たらな、このバント、ポンってしたらこっち行こう回ってけろ。こっち行こうってしたらこっち行くって言うんだよって。いや、まず転がすことができない何を言ってんだろうなと思ってすごいですよ、あの人。それが、俺コーチで一緒になったんよ。ヒロさんコーチでな、うん、時に、あの人ノックめっちゃうまい。うまい。もうドロー、スライス、そうそうそう、ストレート、伸びる球全部打ってる。キャーンってやったり、こうやったりする。そうそう。で、ちょうど俺たちな一番嫌なのが、こうあるやんか、走ってとるやつ。アメリカンノック。アメリカンノック。なんでアメリカンって言うんですかね、うん、めっちゃ上手なんやな。まあギリギリのとこね。そう、あ真剣に走って、ね、やっと取るか取れないかぐらいの、ね、打つんよ。あだからあの時だから優勝したやん阪神が、はい、チカやろ、あと外国人のピッチャーがいたやん。ゲール、あ、ゲール、ゲール、あとあいつな、あいついや、どこのピッチャーですか。ピッチャー、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 マイク、マイクいたし、あの言ってしまうバカボン。ああ、バカボン、うん、中西、バカボンさっき来るんよこれ。なんでやろ、中西清輝呼んでたからです天才バカボンさんで、あの人な、1番が誰だった、真由美さん、真由美さん、2番広瀬さん、真由美さんいたいのかな。真由美さんもいい人やもんな。真由美さん変わんないですね、うん、真由美さんね、あの人ね、僕が入団1年目の時ですよ、うん、シーズンの終わりかけに、うん、しかもう投げるな、うん、え1年目の僕ですよ、うん、なんでですか、来年優勝するからって。おトレーナーのとこ行ったんですよ、うん、真由美さんがこんなこと言ってました、うん、それおかしいなちゃんと見てくるわって言って次の年優勝ですよ。しましたよ ね, ね。それでキャンプ終わって、ね雨でね1日流れてるんですよ、うん、覚えてないですか、1985年、うん、優勝した年、開幕投手って言われて、うん、もう緊張して頭がもうかゆくなってきて、どうしようと思ってグローブ持って寝てたんですよボールとグローブ持って、バッターでバット持って寝るって言うじゃないですか。グラブだから、あ、グラブ、グラブだから、うん、ここは子供たちにちゃんと教えながらな、グラブだから、グローブじゃないから散々言われてきたから。わからないですよ、グローブ半分したかもしれないじゃあ見たいや、このグラブで持って寝たら朝ここにあって首がねじられてあいだだってなってどうしようと思って肩でピッて開けたら雨ですよ。あラッキーと思って、うんうん、でトレーナーのとこ行って、うん、でマッサージしてたんです。でその日の夜もマッサージしてて、次の日じゃないですか、で真由美さんが入ってきて、お前サバ折りしたらガーッて返せるかって、返せますよって言った瞬間、枕ここにあったんですよ。サバ折りした瞬間にこう枕入ってこのままどうっつって、こっちに曲げちゃダメでしょ、背中こけてたぞ背中痛い痛いとって、それで次の日開幕投手、ね、で俺投げてまあ2点か3点取られたのかな、うん、負け投手になりましたよでシーズン終わってメディカルチェックってあるじゃないですか写真撮った、背骨がちょっと欠けてるんですけど気持ち悪かったですよ、背中痛くて。俺その年ね、背骨真由美さんに折られて削ってこう削られてずっと痛かったんですよ。いやでもその話ある、俺たちも あるでしょ、森脇が監督やった森脇やるやんか、はいはいはい、で近鉄から広島来たんや、はい、俺あのショートのあるで、うん、俺もいたけど、うん、その時にキャンプの時に森脇が怪我したんや、うん、
だ辰川さんが上乗ったもんね。お前大丈夫やろなーって。したらなんか骨折たもんな。それ覚えて、本当にめちゃくちゃですよね。めちゃくちゃだって取らない人が行けなかったもんな。いやそりゃ僕ら行けなかったんですよ。ただあの1年目だし、そしたら開幕投手だからって2年目だ2年目開幕投手だからって呼んでもらったんですよ。呼んでもらって1日ずれたし、まあ真っ最初しとけっつってあだですよ。だからあだ真由さんが真由さんがこうやってもうここに枕が入って声が出ないんですよ。でこうして僕が声が出てないってことはもう危ないわけじゃないですか。そこは大丈夫かってこう後ろに振り返ったらもっと反るわけでしょ。バカじゃねえのかなと思って。でその時ごきつて、それ真由美さんにね後日言ったんですけど、覚えてましたもん。あの時なごきつだって、お前が返せるって言ったからやったんだ、その話はしてないと、なんでもっと広くしたんですかっていう話で折れてましたよって、お知ってるって。はい、今日はどうもありがとうございました。お笑いコンビですけど、だらだらと面白い話ばっかりしてますけど、すいません、テイク2、はい、どうで言えてないもん。どうもありがとうございました。千佳さん、今はうまく言えてた方がいい。よしこチャンネル登録と、だら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 つってみてください。だら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 、そう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 。面白い話をしてますけど、はい、はい、くだらん話を、はい、面白いですね。はい、よしこチャンネル登録、それでいいねを押してください。はい、これでいいかな。いいんです。あ、いいです、これでいいかな。はい、すいません、よろしくお願いします。俺さ、思うんだけどさ、ヨシヒコさんってさ、北海道の生まれで東京じゃないですか、うん、なんで野球始めたの。ピッチやってたよ、ずっとピッチャー、うん、で、バッティングもしてたんでしょ。してた。だから俺、あれだもん、盗塁したことないもん、ここの一回も言ってましたよね。僕のところの近辺にはその野球チームとか、なかったもん。あ、だから柔道やってました。俺もね、ちっちゃい時にね、なんかおかしいなと思ったんですよ。で、ご視聴ありがとうございました。いいねもたくさん押してください。その前に登録をよろしくお願いいたします。